落下地点2002年シベリアの下級、またはビティムイベントは2002年9月25日、ロシアのイルクーツク州で発生した天体衝突と考えられるイベントである。2002年9月25日、現地時間の午後10時頃、ロシアのイルクーツク州のボダイボの町の近くのビティム川、近くの大ガ地域上空で爆発が発生した。アメリカの偵察衛星が、 北緯57.91度整形112.9度高度 62km から北緯58.21度整形113.46度高度 30km まで飛行する火球を観測した。地域の人々は月よりも少し小さい火球を目撃し爆発音を聞いたと証言した。爆発の規模はアメリカ軍の推定で0.2から0 5キロトン、ロシアの科学者、 アンドレーオルコバトフの推定で4から5キロトンとされた。イベントの後、何度か、大河地域を調査に編成された調査隊は、付近から採取された水や雪のサンプルから、トリチウムや放射性同位体の異常な残留量を観測し、また3、2キロメートルの森林の消失地域と16キロメートルの森林の倒壊地域を発見したが、隕石は発見されていない。 スングースカ大爆発での森林の消失地域が半径約3 0キロメートルで、森林の倒壊地域が約2150平方キロメートルにわたったのに、比較すると小規模なものであるが、多くの類似が見られた。50から100メートルの水星の核の物質の落下であったと考えられている。ありがとうございます。